皆さんこんにちは、Bレジェンドソベラです。Bレジェンドジャンボシェーカーブラックですね。こちらのね、商品がなんとリニューアルいたします。で、こちらがね、リニューアルした新しい商品になるんですけども、まあ、こう見た感じではどこが変わったかっていうのは多分わからないと思うんで、解説していきたいと思います。で、まずですね、こちらのちょっと蓋の部分が若干形が変わってますね。昔の方はちょっとツヤツヤとした感じがあったんですけれども、今回リニューアルしたものではマットな感じな仕上がりになっております。で、蓋のね、こちらの口の部分もね、改良されてて、よりね、ちょっとあの液体がねしにくいような仕上がりに新しい方はなってます。こちらのね、旧式のね、中にあのシェイクネットっていうこちらがね入っていたんですけれども、新作の方ではシェイクネットの方はもう排除いたしました。 Bレジェンドプロテインってものすごく溶けがいいっていうのが売りの商品の一つなんで、実際まあこれがなくても十分溶けるんですね。で、僕もね、あのこの旧型のシェーカー普段使ってるんですけど、正直ね、僕これいつも外して使ってたんですよ。まあ、それでも、まあ、十分綺麗に溶けてたんで、あのなくなってもね、全く問題はないかと思います。で、次、メモリがね、あのちょっと旧式の方がね、見にくいっていう声がねたくさんありましたんで、あのより見やすいようなメモリに変更しております。ここに、まあ、滑り止めというんですかね、シェーカーが、ね、滑って落ちないような加工がね、新作の方には入っております。非常にね、だから持ちやすいですね。で、もう一個大きな違いとして、あの旧式の方、こちら右手の方がね多いかと思うんですけど、こうあの飲まれる時にロゴがね全然見えないんですよね。新型の方は手飲む時にしっかりとロゴが見えるようになっております。まあ、個人的にはね、こうジムでよく飲む機会があるんで、この辺はすごく嬉しいポイントかなと思います。動画でちょっとうまく伝わらないんですけど、若干ね、なんていうんですかね、分厚くなったような感じがあって、ちょっとね、やっぱり重厚な感じに仕上がってるんですよね。ですんで、ちょっと高く見えるような感覚が個人的にはこっちの新型の方にあります。で、やっぱり新品届いた時に一度ちょっとこう開けてみてもらったら分かると思うんですけど、やっぱりあのプラスチックの独特なね、香りがやっぱり最初あるんで、一度ね、あのしっかりと洗って使っていただいたらね、多分匂いなんかも収まるかと思いますんで、匂いがね気になる方は一度しっかりね洗ってあげればいいかなと思います。ぜひね、こちらの新しくなった Bレジェンドシェーカーでね、あの一緒にワークアウトのお供として選んでいただければいいかなと思います。またコメント欄の方にね、こう何色のねシェーカーが欲しいとかね、ご要望いただければね、また商品開発の参考にさせていただきますんでね、ぜひご要望いただければいいかなと思います。それではまた次の動画で会いましょう。さよなら。